ドイツに追加点。まあこの辺のね、クローゼの頑張りですよね。まあ最後決めたのはクローゼですけど、はい、倒れ込みながらのパス、はい、ケリーラがしっかりこう展開を見てね、ポストプレーを作れながらもポドルスキーにパス、ちょっと大きな2点目入りましたけどね、まあ、アルゼンチンがここで諦めるようなチームじゃないんでね、それ期待しましょう。ドイツはヤンセン、そしてアルゼンチンがパスを入れていました。ペナルティーエリアの中に入った、こぼれたボール、